あいつらどうしているかな。まあ考えてもしゃあないしな。弁当でも買ってくるか。それにしてもガザがまた大変だ。早くみんなに会いたいな。でもな、アベドネツ、今度は自分を日本に連れてけとかまた言うんだよ。名取も日本もいろんなところやっぱ見せてあげたいな。みんないつもありがとうな。ガザにいる俺たちの友達のことも見守っててくれると嬉しいかな。人がどうすることもできない自然の脅威、争いはそうではないはずなのにな。そうか、空の子供たちはガザの子供たちにもあったんだね。そうだよ。ここにはたくさんの人がいるの。みんなとても仲良しなんだよ。
大丈夫、みんな幸せになるように守ってあげるからね。